ははいこんにちはレトスののです今回は特定盛り土等規制区域について少しえ詳しく解説していこうと思いますで以前の動画でえ特定盛り土等規制区域がどんな区域かというところはお伝えしてるんですけれども、まあ、今回改めてえ解説していきます ま、これイメージなんですけども、ちょっとこちらの図ですね、見ていただきたいんですが、まあ、山があって、山のふもとに、ま、住宅だったりビルとか、えー、ま、建物がありますよ。人がこの辺にたくさんいますよ。といった図なんですね。で、この、宅地と書いてあるこの部分ですね。建物がいっぱいあるこの部分。この部分については、宅地造成等工事規制区域という区域を指定することができるんです。こういった区域については。 で一方でこういったこの山ですねこの宅地の上にある山の部分っていうものはこれまで規制することができなかったんですね法律上そのため特定盛り土等規制区域っていうのが新たに作られたんですね、まあ、これについては市街地や集落などから離れているものの地形等の条件から盛り土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア等を指定しますよって書いてありますよね まあこれはですね熱海の土砂災害があったあの事故ですねあれを踏まえて作られた区域ですあの熱海の区域も土砂崩れがあったこの上の部分に盛り土をしてたんですねその盛り土が一気に崩れてその下にある住宅とかマンションとかそういった建物が土石流に巻き込まれてお亡くなりになった人もいたと、まあ、そういう事故災害だったんですね もし知らない方は、熱海、土砂災害って調べていただければ、YouTube とかでもアップされていると思います。で、今回はこの特定盛り土と規制区域に絞って解説していこうと思います。この上の部分ですね。どういったルールがあるのかというところです。で、まず一つ目が届け出の話です。工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに当該工事の計画を 都道府県知事に届け出なければならないまあ、こういったルールがあるんですねまあ、ここで押さえておくべきポイントっていうのは届出義務者誰が届出をしなければいけないのかというと工事主ですまあ、これはイメージとしてはその土地の所有者って考えていただくと分かりやすいですで、届出期間いつまでに届け出なければいけないのかっていうと工事着手30日前までに届け出をしてくださいねって話ですね で、届け出先は都道府県知事ですよ。という話です。で、続いて重要なのが、どんなことをするときに届け出が必要なのかというところなんですけども、まあ、大きく分けて2つあります。1つ目が、盛り土とか切り土をする場合。もう1つが、土石の堆積をする場合。この2つがあるんですね。で、まず、盛り土とか切り土をする場合なんですけれども、 森道して高さ1メートルを超える崖を生ずる場合。ここが元々の土地ですね。土地なんですけども、ここに森道をする。森道をするっていうのは土を入れるってことです。土を入れることによって、ここ崖生じてますよね、まあ。崖っていうのは、ここの、えー、傾斜角度。傾斜角度が30度を超えるものを言うんですけども、このように急な傾斜を生じる場合、これ崖なんですが、この高さが1メートルを超える場合。 この場合、届出が必要になります。で続いて、切り土をする場合。切り土っていうのは土を取り除くっていう意味です。もともとこういった点線のところに土があったんですね。土があったけれども、この土を取り除いて、で結果として高さ 2m を超える崖を生ずる場合。この場合も届け出が必要です。で続いて、盛り土と切り土を同時に行う場合、えー。ここは土を入れるわけですね。盛り土をします。 で、一方で、この部分は土を取り除きます。で、結果的に、ここ崖生じてますよね。この崖の高さが2メートルを超える場合。この場合も届け出が必要です。で、続いて、盛土をして高さが2メートルを超える場合。これは、1番との違いで言うと、1番については、ここの傾斜角度がきつい。つまり、崖を生じているんですね。一方で、4番は崖生じてないんです。つまり、ここの角度緩やかなんですね。 緩やかだけれども、森戸をして高さが2メートルを超える場合。この場合、崖は生じていなくても、届け出が必要ですよ。という内容です。で、5つ目が、森戸と霧戸の面積が500平米を超える場合。この場合は、届け出してくださいね。という話です。ただ、ここちょっと注意していただきたいのが、後でもお伝えするんですけども、届け出じゃなくて、許可が必要なものもあるんです。で、許可が必要なものについては、 これよりも大きな崖だったり、大きなな面積を生ずる場合に必要なものなんですね。なのでまあ 1m を超えるって言っても例えばじゃあ 5m の場合届け出でいいのかというとそうじゃないんですよ許可が必要な場合はここが 2m なんですけれども、まあ、2m を超える場合は許可が必要なんですねなのでまあ実質的には 1m を超えて 2m 以下のものについてです切りドも実は同様なんですね 霧戸では 5m を超える場合許可が必要なので 2m を超えてかつ 5m 以下のものについて届け出が必要というふうになります、まあ、ただ今回はちょっと分かりやすいように、まあ、このように記載しておりますここで一つお知らせがあります弊社レトスの個別指導は忙しくて時間が作れない方暗記が苦手な方そもそも勉強が苦手な方 そういった方でも無理なく無駄なく効率的な勉強法を実践することができたった6か月で達見合格を目指せるサービスとなっております計画表の作成サービス1ワ1の計画の進捗管理サポートサービス24時間365日質問し放題サービス効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材これらを使ってあなたは周りの人よりも いち早く合格に近づくことができますもし次の試験で絶対卓剣合格したいそう思っているのであればぜひ個別指導をご検討ください個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからご確認くださいまた左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができますあなたの事項をお待ちしておりますでは動画の続きをどうぞで続いてですね土石の体積についてです で一時的に土石を堆積する場合つまり一時的に、まあ、土とか石とかを、まあ、置いておく仮の置き場ですね、まあ、ストックヤードって書いてあるんですけども土とか石とかを置いておく場合なんですけどもその堆積の高さが2メートルを超えてかつ面積が300平米を超える場合この場合届出が必要ですでまた一方でこれ高さがなかったとしても面積で500平米を超える場合この場合も届出が必要です これも許可と関連していて、許可の場合は、ここが5メーター、ここ1500平米、で、ここ3000平米なんですよ。なので、許可の対象となってくる場合は、届出ではなくて、許可をしてくださいね、っていう話になってきます。まあ、この数字も重要なので、頭に入れておきましょう。で、続いて、届出に対する勧告ですね。知事は、届出があった場合において、当該届出にかかる工事の計画について、 当該特定盛り土等、または土石の堆積に伴う災害の防止のために必要があると認めるときは、届出を受理した日から30日以内に限り、届出をした者に対し、工事の計画の変更、その他必要な措置を取るべきことを勧告することができると規定しています。つまり、まあ、こういった工事やりますよ。だから届け出をしましたと言った場合、その届出を受けた知事は、 いや、ちょっとこの工事危ないかな。もうちょっとこうやった方がいいんじゃないのっていうふうに勧告することができるんですよ。で、この勧告は届出を受理した日から30日以内に行わないといけないんですね。まあ、知事が行わないといけないってことですね。知事が届け出を受けました。その届出を受理した日から30日以内に勧告するのであれば勧告しなさいよって話です。で、勧告もしされたとします。されたにもかかわらず、 その勧告に反した場合、つまり、こういった措置取ってくださいね、このようにしてくださいねって言ったにもかかわらず、その工事主がそのようにやらなかった。まあ、簡単に言ったらまあ無視したみたいな感じです。勧告されたけれども無視しちゃったみたいな。でそういった場合、どうするかっていうと、知事は相当の期限を定めて、その措置しなさいっていうふうに命ずることができるんですね。 この命ずるってよく出てくるんですけども、これはこれに従わなければいけないよっていう義務が発生するんです。命じられたものは義務が発生するんですね。つまり、この必要な措置を取らなければいけなくなっちゃうんです。で、この命令されたにもかかわらず、さらに無視したと。そうするとどうなるかっていうと、これは1年以下の懲役、または300万円以下の罰金に処せられます。まあ、なかなか厳しい罰則ですよね。 ま、それぐらい危険だから、ちゃんと命令無視せずに必要な措置を取ってくださいねっていう話です。で、続いて変更の届け出ですね。届け出をした者、まあ、工事主ですね。はじめに工事主は計画の届け出をするじゃないですか。で、その届け出した内容、つまり計画の内容に変更が生じる場合、その変更後の工事に着手する日の30日前までに知事に届け出をしてくださいねという話です。 まあただし、ま、警備な変更については除きますよ。ま、警備な変更って、例えば、工事する期間がちょっと伸びますとか、いわゆる工事期間の変更ですね。まあ、そういったものは、警備な変更に入るので、まあ、届出しなくても大丈夫です。なので、変更の届出についても、届け出義務者、届け出をしなければいけないのは、工事主。まあ、つまり所有者ですね。で、届け出期間は、工事着手30日前までにやってくださいね。届け出してくださいね。 届出先は知事でですす。よという話ですで続いて許可制ですねで。許可については届出よりもより一層危ない場合、危ない場合に許可を必要とします。そんなに危なくないよっていう場合は届け出でいいんですけども、危なくなってくると許可制にするんです。これどういうことかっていうと、届け出っていうのはとりあえず届出をしたらもう工事やっていいんですよ。で一方で許可制っていうのは許可の申請をして、 許可をもらわないと工事できないんですね。逆を言えば、これ不許可の場合ってあるんですよ。不許可の場合、工事ダメなんですね。しちゃダメなんです。だから、届け出よりも、より危ない工事をする場合に、まあ、許可が必要になってきます。で、まあ、これは後でもお話しする規模、一定規模を見ていただくとわかると思います。特定盛り土等規制区域内において行われる特定盛り土等、または土石の堆積、 確保一定規模を超えるものに関する工事については、工事主は原則工事に着手する前に知事の許可を受けなければならない。許可申請しなければいけないのは誰かというと、工事主。まあ、つまり所有者ですね。これは届出の場合と同じです。で、申請期間。いつまでに申請しなきゃいけないかっていうと、工事着手前です。30日前じゃないので注意してください。届け出については30日前までなんですけども、許可については、 工事着手する前であれば OK なんで。まあ、もちろんですね、細かいこと言うと、申請は工事着手前なんですけども、申請したらすぐに工事できるかって言ったら、これできないですからね。申請をして、で、その後、許可をもらって初めて工事できるので、不許可の場合は工事できないじゃないですか。先ほども言った通り。だから、申請する期間については工事着手前でいいですよ。工事は許可をもらった後やってくださいねって話です。で、申請先は、 届出と同じです、すす知事ですねでね許可が必要な規模についてです。まあ、これ、先ほど出した図なんですけども、盛り土の場合は、高さ 2m を超える崖を生ずる場合、届け出の場合は、ここ 1m でしたね。対比して覚えておきましょう。霧土の場合は、5m を超える崖を生ずる場合、届け出の場合っていうのは、これ 2m でしたよね。で、続いて、盛り土と霧土を同時に行った場合、この場合は、高さ 5m を超える、 崖を生ずる場合。これ許可必要ですよ。許可の対象ですよ。届け出についてはここ2メートルでしたね。2メートルを超える場合と。で、続いて、森道をして崖は生じないけれども高さ5メートルを超える場合。この場合許可が必要になってきます。で、届け出についてはこれ2メートルを超える場合ですね。で、5つ目が森戸、霧土の面積。これが3000平米を超える場合。届け出についてはここ500平米でしたね。 しっかり対比して頭に入れておきましょう。で、続いて、許可が必要な土石の体積についてです。これは、体積の高さが5メートルを超えて、かつ面積が1500平米を超える場合、または体積の面積が3000平米を超える場合、この場合、許可が必要になってきます。いずれか一方ですね、どちらか一方を満たしたら許可が必要になります。で、届け出の場合はどうだったかというと、 ここが5メートルではなくて2メートル。で、ここの面積は1500ではなくて300平米。こっちは3000平米ではなくて500平米でしたね。一応見ておきますね。届け出の場合は2メーター300、500。許可の場合は5メーター1500、3000。この数字を覚えておきましょう。で、続いて条例による制限強化。都道府県は必要があると認める場合においては、条例で 規模の制限について強化するこ,とができますよこれ、言い換えると、当該規模未満で条例で定める規模とすることができるということです。これちょっと分かりづらいんですけども、例えば、こっち見ましょうか。この3000平米。この3000平米超って書いてあるんですけども、条例でこれ1000平米超にしてもいいですよっていう話なんです。この3000平米未満っていうのは3000平米よりも小さい数字で、 条例で定めることができるってことは1000平米超っていうのは OK ですよねこの1000平米超にするって何を意味するかっていうと制限厳しくしているってことなんですこれなぜか例えばこれ法律では3000平米じゃないですかだから例えば2000平米の体積をする場合ってこれ許可不要ですよねでも条例で1000平米超については許可必要にすると2000平米であっても許可が必要になってくるんですよ つまり条例で制限厳しくしてるわけですよね。法律では3000平米まで OK って言ってるけども、条例ではダメだよって言ってるんです。で、法律と条例、これは法律じゃないですか。法律っていうのは、これは森戸規制法っていう法律なんですけども、法律と条例の違いについては、法律っていうのは、まあ、国会で決めてるんです。国会。で、一方で条例っていうのは、地方公共団体が決めてるんです。つまり都道府県とか、 市町村とか、まあそういったちっちゃい範囲で決めるのが条例なんですね。で、一応法律では最低限3000平米を超える場合については許可必要ですよってしてるけれども、その区域、区域によってやっぱり事情異なるから、条例で厳しい制限することはいいですよっていうふうなルールにしていると、まあ、いうことです。で、続いて標識の設置義務ですね。 特定盛り土等の許可を受けた工事主または特定盛り土等の届出をした工事主は当該許可または届出にかかる土地の見やすい場所に氏名または名称等を記載した標識を掲げなければならない、まあ、つまり工事する場所に、まあ、誰が工事するのかっていうのを明確に示した標識立てとていてくださいねっていう話です、まあ、これはそれほど難しくないのでそのまま覚えていただければと思います で、今回の内容、本試験でも出題されやすい部分なんで、ぜひ何度か見ながら復習していただければと思います。そして弊社ルトスは個別指導を行っております。まあ、今回のようにイメージしながら、理解をしながら勉強を進めていくのが個別指導なんで、もしなかなか理解できない、勉強していてもイメージできないっていう方はぜひ個別指導をご検討ください。理解できないと一向に点数って上がってこないんですね。勉強したら勉強した分だけやっぱり点数って上げたいじゃないですか。 そのためには理解学習絶対必要になってきますんで、ぜひ理解学習を行っていただければと思います。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひあなたの受講をお待ちしております。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。